はい、シャングリラテレビです。戦術家の竹本光成です。よろしくお願いいたします。ファッションヒーラーの永井隆です。よろしくお願いします。はい、お願いします。宿用先生術師範岩沢義隆です。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、早速ですけれども、まあ今日は遠路はるばる徳島からですね、おいでいただきました池添智美さんですね。はいはい、よろしくお願いします。まあ、僕のマナ弟子の池添智美さんです。はい、宿用、師範ですね。はい、なりました。はい、簡単にじゃあ自己紹介を。はい、うん、徳島で、うん、神山という場所で神山、はい、うん、サロンをさせていただいています。うんうん、オーナーの池添智美です。はい、よろしくお願いします。まあね、僕との出会いの経緯は、僕の、大阪の方に古いお弟子さんで、天王寺でビビアンっていうサロンをやっている白川晴美さんっていう方がいるんですけれども、そこの生徒さんだったんですよね。はい、そうです。で、まあ、前から僕のことも知ってて、うん、あの宿用を学ぶんだったら先生のところでって言って、僕はちょうど梅田の三景学園で授業を始めたタイミングで会いに来ていただいて、はい、でその前にこうメール交換とかも、はい、少し、うん、ね、いろいろさせていただいて、はい、で初めましてになったのが、だからちょうど1年ちょっと前ぐらいだろうね。そうですね、去年の今頃、うん、で、まずお教室から授業を受け始めて、はい、それから、まあ、あれよあれよって、もうやっぱりもう個人授業で、はい、あの、うん、入門しますっていうことで師範認定コースで、うん、師範を取ったのが2ヶ月ぐらい前だっけ。そうですね、うん、9月の、まね、末というか2ヶ月ぐらいに晴れて師範を取られまして、おめでとうございます。ありがとうございます。デビューできました。で、彼女の場合はね、デビューに向けて、まあ、僕も占いのお勉強をしながら、まあ、2人とか知ってると思うけど、うん、コンサルティングだとかブランディングもするでしょ。うん、はい、あなただったら芸能関係ですよとかさ、うん、あなただったらサロンですねみたいな感じ で彼女の場合は、まあ、サロンっていうキーワードが傍宿だから、だから来世のところで、うん、宿用でも出ますよね、鬼の寄宿っていうところで、はい、サロンっていうことのコンサルをしてて、自分も持ちたいっていうことで。そうなんです、夢だったんで、ね、はい、でその、うん、徳島って言ったらやはりね、お大師さんのお膝元ですしね、はい、うん、徳島を盛り上げる、また四国全体を盛り上げるっていう気持ちで、はい、地域貢献も兼ねて、まあ、ちょっと本格的にやりましょうっていうことで、はい、準備を授業をしながら始めたんですよ。うん、でそれが今場所が、はい、大山の、あ、神山、神山、うん、神山の、はい、広野という場所の、神山の広野っていう徳島の神山の広野、はい、ここですね。はい、そうなんです。っていうところで、もう晴れて、はい、古民家をもう現金で買い取ってね。やっちゃいました。結構すごいですね。もう結構お値段ですよ、密件屋だから。もともと家は持ってるから、2世帯住宅で、なるほど、うん、ご主人がいて、またそういう話するけど、うん、で、もう勝負に出たわけよね。そうですね。っていうのもね、ほら、房の傍宿だから、はい、今年何の運気ですか。A です。そう、うん、もう繁栄でしょ。そうですね。で、トリプル A が、A の年、 A の月、 A の日っていうのに、はい、うまいこと合わせたんだよね。そうなんです。もうしっかりメモして、あ、トントン拍子に行ったでしょ。そうですね。そこからはもうあれよあれよで、ね、はい、もうそのトリプル A ばかりをちょっとこう、うん、今年はら2回来たじゃん、トリプル A が。あ、そうですね、はい、うん、はい、だから、だから1回目が、3月来て、その時にで11月来た、はい、家を、そうですね、契約とかに全部したのよ、使わせてもらって、トントン拍子しに行ったんだよね。そうなんです、うまい具合に。だからその日取りを使ってそのサロンを作りましたよっていう話も今日やりたいんだけど、はい、だからどうせだったら、まあ、買い取ったばっかりのまだ鬱蒼と、まあ、したサロンを改装したんだよね。はい、そうですね。っていうのがご主人がね、大工さんなんですよ。へー、うん、はい、
濃縮、はい、まあ、でもお外がメインのエクステリアなんですけど。あ、そうなんですか、はい、あ、そうかそうか、そうなんです。でそういうこともあってね、はい、だから DIY ですかね。あんまり、まあ、プロが入ってる DIY 、はい、それをねちょっと写真撮っといてって言ったのよ、うん、で、まあ、ゆくゆくここね、こういうところに出て発表すればいいなと思ってたから、うん、でね、あの晴れてオープンもしたから、うん、その写真があるんですよ ね、 そうですね。ちょっと見てみましょうか。撮らせていただきました、うん、最初のこれが最初の、一番最初、これはもうね、でも中間かもしれないです。中は中で改装してて、うん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 、外は全然いじってない、なくて工事が入ったっていう瞬間ですね。なるほど、はい、じゃあ次画像を入れてもらいましょうかね。うわ、うっとしてる。そうなんです、これ中庭なんですけど、もっと夏は生い茂ってて、うんうんうん、まだマシな方、はい、これまだマシなんですよ、全部こう買っていただいて、パパに、はい、パパにね、はい、パパにしていただいたんで、私はなかなかできない。耳が、右側が一軒家のところ。あ、そうなんです。じゃあ次を、これが道路側から見て、もうだいぶ出来上がってきて、これはいや、あ、まだ草刈りした、買ったばっかりの頃の、はい、写真ですね。春だったんでまだ生い茂ってはないんですけど、はい、全然手がついてない状態がこういう状態だったんです。これ Google Earth ちょっとそれも一番わかりやすいから。あ、そうだね、あ、はい、なるほど。そうなんです。じゃあ次行きましょうか。あー、こうやってね、こんな感じで、もう真夏だったら、はい、そう、の後ろ姿に、真夏やったらね、もうボーボーやって、でもさ、楽しそうね。そうですね。ね、ね、ここから手を加えて、はい、ね、腰をにかけて、はい、そうですね、やっぱ愛着も湧いてくるし、はい、なんかまあ山の良さと言いますか、はい、これもまだ、ね、そうなんです、まだ。こんな感じだったよっていうので、まあまあ綺麗ですよね。そうですね。あの二つこう建物が並んでて、一つは築50年以上とかで、はい、こっちはまだ新しい比較的、はい。で二つをくっつけてるってこと？そうなんです。あの廊下でつながってて、はい。泊まれるスペースをね、はい、作ってるって言ってましたけど、ね、じゃあ次見てみましょうか。あ、ここね、池だっけ？ごめんなさい、これね、あの、あ、そうなんです、神山の川を映してるんですけど、これは神山の川なんですね。もう近くにこういう川が流れてて、もう真夏は人がすごく癒されに来てる場所で、ここで子供たちが遊んでっていう。そうなんです。で比較的浅いんで、うんうんうん、結構安心して入っていけるっていう場所ですね。なるほど、はい、もう何もない、何もない、買いたてですか、本当に、ね、そうですね、まだ全然手がついてないですね、ここの状態ももうちょっと行きましょうかね。あ、これが池、あ、池、これ相談僕受けたんですよね。そうなんです、これ残すべきか、右側にあるの、そうなんです、だっけ、あの右側、池なんです、これね、大脇が、本来はそこに水が入ってる、で、結果的にやっぱりお水入れたいなと、うん、そうっていうのが俺水の下じゃん。そうですよね、エレメント、だからなんとか生かした方がいいよって僕もアドバイスをして、やっぱりお水を 見たいというか、あの周りはねもう潰してもいいんじゃないとかっていうふうに言われてたっていうけど、もうあの生きじまいしたらっていう、そうね、ことも、うん、はい、結構ね、ちゃんとそのほら生きじまいするときにさ、うん、やっぱあるじゃん、ありますね、はい、確かに、うん、井戸もそうです、うん、息抜きって言うんだっけ、井戸の、あ、息抜きです、魂抜きか、ね、はい、あるんだよね、うん、これもやったもんね、魂抜きね、あ、やりました、うん、あの水晶埋設の時にね、うんうん、地鎮祭のあれか前か、うん、あるんだよね、確かにそうです、ね、何ヶ月間かね、はい、行かなきゃいけない、全然そういうのも知らないまま購入したっていうそう、なんかありますと、まあ出来上がりの写真はビフォーアフターでまた後で出しますけど、はい、なんかここまでの苦労とかありました？そうですね、やっぱり今のご自宅から何分くらいのところだっけ？30分です、車で30分以内で行けるところではあるんですけど、で比較的も一本道なので結構通りやすいというか、
か。だからご自宅の方は徳島市内だよね。市内なんです。結構だから町の中からより離れて、そうなんです、ひっそりと。っていうのも、なんかほら、四国、88箇所巡りの15番札所の近くに、はい、っていうふうに聞いたけど、13番か、はい、13番、うん、第2知事、知ってる第2知事、あ、してます、本当、はい、第2知事の画像をちょっと出してもらいましょうかね。ここですね。ここの13番札所の近くっていうところもご縁があってっていう、はい、そうなんです、ことですね。サロンの前もお遍路さんが歩いていらっしゃって、白装束のね、はい、同業二人のお遍路さんが、すごいいいところですね。でちょっとこう外にあの憩いの場といいますか、うん、休憩場所みたいなのもできたらいいなと思って、お遍路さんをね、はい、迎え入れる、すごくない？すごい場所ですね。本当弘法大師のだからすごい活動だと思わない？いい活動だと思う。そうですね。ね、いいですね。車で30分のところ。ね。徳島って言っても結構ね、田舎だよ、はい、見てる方失礼だけど、いやいや、でも本当にいや、だって俺もほら去年88箇所ケチガン、そうそうですね、ケチガンしてるから、か今ここ行ってるからさ、俺覚えてる道だと思うんですけど、何もないとこ、ほんと何もなかった。何もない、ね。でもお寺はあるのよ、あ、いやいや、あなたがでもお寺は札所だからさ、うん、2カ所ぐらいあるんだよね、この近くに。あ、そうですね、その間と言いますか、うん、そうそう、まあ、俺はあのタクシー遍路だったからタクシーでもあったけど、歩いてる方もいれましたよね。そうですね。ちょっと話脱線するけどね、お遍路でいい話があるんだよね。どのことでしょう、たくさんありすぎて5階に。あ、そうなんです。ねー、はい、私もその何番札所だった、あのね、実は言っていい、うん、だからその不妊治療とかいろいろね、うん、あったんだよね、うん、そうなんです。で、うーんって感情的にお遍路行きましたと、はい、そうなんです。でしかもあのうるう年の、そう、逆打ちだから来年が逆打ちでしょ、うん、はい、うん、その時にまあその妊娠もできたらいいなっていうので、うん、あのパパとご主人、うん、今の主人 と、はい、と一緒に始めたっていう、回り始めて、で香川の何番札所かなんかで、全然覚えてない。嬉しすぎて。ケチガンする前に叶ったんだよね。そうなんです。回ってる途中 で妊娠が発覚して、そうなん、素晴らしい。何ヶ月ぐらいかけてやった？あ、でも丸1年でした。丸1年で、じゃあ、区切り打ちでやった、はい、じゃあ俺と同じような感じだね。あ、そうですね、うん、で途中は私もこうやっぱり行けない場所とかがあって、でそこはもうあの主人にお願いして、あ、そかそか、で最後また徳島に戻ってくる形なんで、うん、そうですね、はい、逆地は一番に戻るからね、はい、徳島とかは一緒に回らせていただいて、無事に回れて、でね、宿用の運気通りにも巡ってるんだよね。そうなんですよ。タイの年で5回人だったっけ。そうですね、だから宿用で言うと、はい、宿用で言うと、タイで御懐妊になって、はい、で、親の親の時に出産なんだよね、はい、出産みたいな感じで、タイユーって、タイユーってこう進むじゃん、はい、そうだよね、はい、タイ、親、ユーって進むでしょ、はい、うん、この流れってすごくハッピーなレーンで、28年に1回このレーンを皆さん通るんだけど、うん、超ラッキーなレーンで、女性だったら結婚5回に家族繁栄とかっていう感じになる、本当にそのパターンが多いんだけどね、うんうん、年はこう逆に回るでしょ、日はこう回るけど、はい、っていう話をして、うん、したんですよ、うん、その通りだ。そうなんです。もう宿用に出会う前の出来事なんですけど、宿用だったらこのタイミングで妊娠してるはずだよ、ここで結婚して、でこう、うん、ここで親になってるんじゃないって言ったら、はい、いや
って、ちょっと待ってくださいって話で、それでお遍路の話になって、はい、ああ、お大師さん導かれたねって言うよね。ねえ、また宿用と出会えて、本当にこうご縁を感じながら、うん。だったらね、もう徳島、四国全体、88箇所を盛り上げようということで、はい、まあ、地域活動だよということで、サロンやろうねっていう形で、今があるわけですよ、ね。いい話でしょ。いや、本当にいい話ですね。ありがとうございます。宿用も体現されて。そう、ちなみに彼女は、ふさの防宿ですね。はい、こちらのふさの防宿。うん。活休冥王星ですね、はい。で、来世のところに、来年が鬼の鬼宿の年ですけど、はい、鬼宿っていうところは、家族、保育、育成、母性。で、家っていうキーワード、なんか家イコールサロンっていう風に解いていくので、うん、自分の家にどんどんお客様を招き入れて、うん、サロンを運営しなさいっていうサジェッションをして、はい、さっき話した話ね、うん、そうなんです。もう大金はたいてもういやらしい話だけど、俺ね潔いなと思ったのその時に。本当ですね。いやだからね、あ、なんかね潔いなと思って、うん、あ、応援してあげようと思って、うん、なかなかほらそうはいかないかないですよね。難しいですね。うん、やっぱり最初はやっぱり躊躇してさ、うん、あの、うん、じゃあ喫茶店から始めますとかさ、うんうん、っていうの、はい、まあそれでいいのよ。それが普通なんだけど、もう潔くじゃあだったらもうサロンやりますっていう感じで、はあ、だからじゃあ応援するよっていうのは当然なるよね。そうですね。うん、まあ、腹座ってるなと思ってた。すごいですね、今ね。ねえ、客観的見るとすごいなって、うん、後押しがあったんだよね。そうですね、見えないね。本当にたまたま映画後押ししてくれたので、ね、で、大日寺って言ったら何なの、あの何なのって言ったら失礼だよね。あ、ご本尊さんですか。ま、さん、まあ、11面観音様ですね。11面観音、はい、どういう、まあ、あの、まあ、観音様ってあの33変化した要素があるんですけど、はい、うん、まあ、33観音とも言われるんですけど、まあ、その一尊であの11面観音さんってあって、あの、まあ、6観音の一つにも数えられる観音様ですね。11面観音のお札がありましたよね。なんかこれ、あ、うん、そうですね、うん、で頭頂にこう小さいお顔がお、はい、うん、ついてるんですけども、これあの喜怒哀楽の顔してるんですよ。笑ってる顔だったり、はい、あの怒ってる顔だったりっていう、あ、はい、ふんの、そうですね。なので全てのその悲しみとか苦しみに、はい、あの散ってる人を救うっていうような仏様ですね。だ、結構感情、うん、エモーションを司る、はい、やっぱ尊仏ってこと。そうですね、感情を司るかどうかわからない。顔があるから。あ、そうですね。先住はほらなんかやっぱり救いで手で救う、はい、そうですね。そういった、まあ、ね、まあ不思議だよね。11顔、はい、お顔がついてるんだもんね。ついてますね。はい。うーん、11面さんですね。結構人気はありますね。ありますよね。はい、あ、分かる分かるっていう方もいらっしゃると思うし、うん、で、大日寺っていうぐらいだから大日如来もきっとここ間違えてる。あ、そうですね。まあ、真言宗はやっぱり大日如来様が中心だから、ね、はい、中心の仏様なんで、うん、なるほど、はい。じゃあまた画像を出してもらいましょうか、うん、さっきの続きの画像をね、どうまたビフォーアフターで、あ、これもいいとこですね。これ何川、これは何川調べてください。あゆあゆぐい川ですか。あくい川です。すいません、ありがとうございます。近くにあるのね、この川が。そうなんです、近くに。本当何もないと。でもね、何もないからいいの。山が綺麗、もう山がね、四国の山ってさ、うん、俺だけかな、あの先達さん、タクシーの運転手さんとかにも言ったんだけど、うん、やっぱりこう特徴的にポコン、ポコンっていう山が多いのよ。はい、まあ、昔話に出てくる、なんかこう絵に描いたような。思わない？そうだよね。そうなんです。で、周りにまたこう険しい山もないから、うん、ポコンポコンポコンって山があるんだよね。じゃあすごくこう絵になるんだよね、ところどころね。はい、ね、これ夏ですね。いいですね、田んぼですね。はい、自然が豊かで。大自然です。じゃあ次行きましょうか。すごい川がいっぱいですね。やっぱ 川が近いんだね。そうで、水なんでやっぱりこう、ね、そうね、すごい綺麗ですね。そうなんです。もうふさの防宿は水のエレメントですから、はい、夏はサロンに行くたびに寄っ
って、うん、あの足をつけて帰るっていう公園になって、まあ、自分のためにもいいよね。そうなんです、うん、本当に自分が癒される場所でもあるなっていうの、うん、市内だったらね結構なやっぱり街だからさ、うん、そこからちょっと離れてね、はい、で市内の方はここにお連れしたり、はい、大阪の方とかさ、うん、岡山の方とか近いから、あそうですね、うん、サロンに来てっていう、ね、来ていただいて、うん、こう自然の癒しを、うん、はい、感じていただけたらなって、うん、すごくいい活動だと思います、ね、うん、もうちょっと画像行ってもらいましょうか。あ、これが設計の段階。そうなんです、こういろいろ、これがでも知り合いの、はい、リドベの方にお願いして、これがつながってるってところなのね。そうなんです、あの真ん中の廊下がつながってるんですけど、でトイレが本当にあのポットンっていうんですか、うん、昔からあるトイレだったのを今回もちゃんと水洗にして、はい、うん、っていうのから始まったんで、結構大掛かりな、うん、そうね、リフォームでした。で、ここの平面図で見るとどう使ってるの？サロンでは手前側の広いところ。あ、そうなんです、手前 でまだね、向こうは未知の世界なんです。まだ手がつけれてない。手つけてないんだ。はい、ゆくゆくと思ってるんですけど、で、まあ、結構皆さん見ていただいてたら、うんうん、あのこうお遍路さんとかが泊まれるような場所になってもいいねみたいな感じで、いけるんじゃない、はい、ちょっとそこま で、ね、目指せたらいいなと思いつつ、で地域のね尽力者とかいろいろ協力来ますよ。あ、本当ですか、ね、くるくる、うん、なんかそんな感じする。あ、嬉しい、ね、ここまでの空間持ってるからさ、うん、そうですね、うん、でこれがトイレの、トイレのもう悩み悩んで、はい、どれがいいかなとか予算を考え、大事よトイレは本当に、はい、はい、じゃあ次行きましょうか。次行きましょう。これお嬢ちゃん。そうなんです、でまあ会ったことあるんだけどさ、俺も。そうなんですか。和歌山でね、僕イベントやった時に、あの親子で、あの遊びに来てくれて、はい、でまあ、僕のセミナーはね、あの池添さんだけで、はい、お嬢ちゃんと旦那さん待ってたんだけど、途中お嬢ちゃんが入ってきてね、はい、旦那さんとはお会いできなかったけど、そうですね、またね機会、ね、はい、うん、また次回お会いできるのかな。あ、できると思います、ね、うん、楽しみ、はい、星の静粛、あ、ローサローサこっちのグループ、はい、じゃあ次行きましょうか。あ、空も綺麗ね、これがサロンの河原。はい、そうなんです、もう屋根とその後ろに広がる山を撮らせて、これ吹き直したの？全然ないです。あ、その綺麗ね、河原はね、意外と、はい、うんうんうん、そうですね、あ、楽しみ。あ、じゃあもう始まって、はい、始まりますみたいな感じで、これ何、これ下に潜っていただいて、うん、シロアリとかがいないかもチェックしていただいてる時に、そっからだ、はい、うん、そうですね、ちゃんと見ていただいた感じで、はい、怖いですね、クランク。ね、次。あ、いたの間にしたってこと？うん、これが、お手洗いを作るっていうので、はい、この、はい、部屋が。もしかしてあそこはポットンのところ？あ、うんうん。じゃなくて。うん、はい、じゃなくて、作って、はい、あの、これからトイレ作ります、みたいな感じの場所なんですけど、はい。じゃあ次行きましょうか。そうですね。ポストもこれ、うん、今も、撤去する、撤去したんですけど、うんうん、ちょっとこのレトロさがまたいいなっていうので、いい、俺の時代だよこれ。本当ですか。ガシャー言いながら、そうなんです、この雰囲気も好きだったんで。今ないのかな、このタイプって。みんなこのタイプだったけどね。あ、ねえ、このレトロさも本当に好きだったんですけど ね、ちょっと外す前に記念撮影で。じゃあ次行きましょうか。あ、もう花も秋になって、ね、はい、コスモスが咲く、もうこれは最近ですね、じゃあね、はい、そうですね。じゃあ次行きましょう。で、もう、はい、ガンガン始まって、そうですね、栗の季節になって、はい、インサートが入りましたね。はい、じゃあ次行きましょう。あ、もうここら辺スケルトンになってるね、はい、そうですね、ここら辺本当はあったんですよ、うん、何があったの？ね、倉庫みたいになってたんですけど、はいはいはい、ちょっとそっちの方はやっぱりシロアリがいたりして、うんうんうん、もう全部取っちゃおうっていうので、うんうんうん、はい、取ったところですね。本当本格的にやったね、そうですね、はい。で次が、あ、もう出来上がってきたね、素敵ね、これ。でもこれ全然手がついてなくて、まだあの古い方の
階段なんですけど、すごくね、でもこのいいすごいレトロ感がたまらなくて、2階があるってこと。そうなんです。残してもいい感じですね。そうなんです、だからね、ここはそのまま残して、ゆくゆく手をつけて、そうね、漆喰塗ってもいいしね。そうなんですよ、このなんかね、なんとも言えない雰囲気が。はい、じゃあ次、これが上がったところの、まだ手つけてないところ、はい、あの地区古い方の、はい、今でもまだこんな状態なんですけど、上はね、はい、はい、じゃあ次、あ、本当ね、本当に昔ながらのね、昭和を感じるような、ね、古民家だね、はい、バタバタバタ、あ、これが例のトイレね、あ、そうなんです、これがあの、これを入れたと、あ、これ入れる前なんですよ、入れる前、はい、これがもうあの、ほとんどだったの、ほとんどだったんですよ。なんかよくわからない使い方のあれで、もう、はい、次行きましょうか。はい、ちょっと休憩が入りましたね。ほんと綺麗なんで。インサート入りました。はい、じゃあ次。すいません、写真多いですね。いっぱい多いですよ。全部使っちゃおうと思って。はい、じゃあ次。あ、これはもう出来上がり。これも途中ですね。はい、じゃあ次。はい、あ、これはあの、ちょっと縁起がいい日に、あの、お客様というか仲のいい方が送ってくださったのと、あと自分が行けない、あの、なんだろう、行けないっていうか、あの、引っ越しできないから A の日とかに、あの、おもとって言って先に、はい、わ、ね、かりますか、晩年青って書いて、あ、そうなんです、に、まあ、邪気払いと言いますか、していただいた植物ですね。植物で邪気払いをしたと、はい、してました。新築に入るときに一番最初に入れるといいって言われてるんです。おことはね、なんか前言ってたよね。あとお塩と日本酒と、そうそう、あ、なるほど、あるんだよね、その作法がね。それをやったのね。はい、してたところですね。カボスですか。あ、これすだちなんです。あ、はい、あの、実はもともとすだちの木が埋まってて、埋まってて、ね、はい、それで収穫したのが、あ、そうで取れたすだち、はい、もうすっごく大きくなってて、ほんとみかんのような感じの大きいのが取れたので。いや、そっか、徳島すだちだよね。そうなんです。俺買って帰ったわ、うん、そうそう、空港で買って帰った。あ、空港じゃないわ、どこお土産屋さんで買って帰った。あ、本当ですか、うん、何でもすだちをかけちゃうっていう、そうね、感じの、はい、大好きなすだちですね。はい、じゃあ次、柿も買ってる。はい、柿も前になってて、渋柿じゃなくて、はい、じゃないんです。この間も、はい、来ていただいた方と一緒に、あの、長いハサミで切って収穫して、はい、キャキャ言いながら、ね、まあ、でもここら辺はまだ日本の原風景って残ってそうだ ね。昔俺たちの時代は、まあ、柿を吊るしてさ、冬支度でさ、ね、本当美味しいよね。美味しいですよね。美味しかったですよ、この柿も。なるほどね。で、あ、もうこれが、はい、完成したよ。完成しました、ね、あとは、照明をつけるだけ。入るだけだよっていう時で嬉しくて撮った写真ですね。あ、しついですね、やっぱり。で、もう、あ、なるほどね、いろいろとね。はい、これがお手洗いのスイッチなんですけど、すごい個性的で、もうなんか、かわいい。かわいいなって自分で思いながら。はい、じゃあ次を、あ、いいですね。そうなんです、ガラリと変わりました。女性はね、お手洗いとかね、水回りた、大事だからね。綺麗になったね、はい、すっきりと見違えました。はい、あ、すいません、ちっちゃい。もうどっぷり入って喜んでる自分が、やったーみたいな。かなりね、気持ちよさそう。そうなんです。もう奥まで行ってもあれぐらいの深さなんで、はい、そうですね、そのまんま入ってますね。阿波の国だよね。阿波だよね。あ、そうですね。阿波踊りの阿波。あ、はい、じゃあ次行きましょう。あ、でも勉強会をやってるってことね、はい、ここで。そうなんです。とも、個人セッションと言いますか、させていただいて、個人セッションね、はい。あ、これもちょっと大好きなあれで、自分の宿用のカラーを意識して、はい、わ、これだっていう。リブレットとバッグを、はい、そうなんです。同色カラーを、いいですね。飾ってます。
大塚美術館も近くだしね。そうなんです。ああそうなんですね。はい、あの有名な。ああそうなんです。絵は大事かなと。はい。はい。そうですね。もうはい、うん、もうやっぱり玄関で迎えていただいている感じですね。吸い取ってもらうんだよね。だから邪気をね。そうなんです。はい。ね、好きなんだよね。そうなんです、うん、このちょっと暗いんですけどね、絵が死生観と言いますか、もしくは死生観だから。そうですよね。これ作家が、これは栗本、うん、栗本で、あともう一人好きだ、これ作家、あ、と忘れちゃった、あのサロメの、サロメ、はい、サロメの首を取って来て、サロメ の, あの有名な海外画で首を取って、はい、トレイの上にこう乗っけてる、へー、サロメの絵があるんです。で授業中とかさ、そのまあいろいろと質疑応答の中で、うん、どういう絵画が好きって言ったらサロメって言って、サロメです。でもう分かるよって言って、でそれってさ、死生観だから、はい、だからもう蓋の防縮らしいんだよね。そうですよね。冥王星だから死生観でしょ、うん、生きる死ぬ、はい、うん、だからそれっていいことだよって言って、もうサロンに飾ったらどうって言って躊躇してたのよ。そう暗くて、ああこういうの大好きなんですけどね、ちょっと暗すぎるかな、さすがにこれは飾らなかったこれじゃないけど好きな絵があるっていうことで、はい、うん、ありありがとう、うん、お化け屋敷だからもうサロンに飾らないで、ね、あのもう、うん、ね、活休冥王星らしいなっていう、はい、らしさっていうね、は生かしましょうっていうことで、ね、はい、自分のサロンだし、面白いよね。面白いですね、本当に。やっぱその宿 の, あの趣味っていうか、そういうのがすごい出ますよね。すごく絵に出てるなって自分でも思いながらね。はい、じゃあ次を行きましょうかね。すいません、聖獣、はい、ドラゴン、ドラゴンちょっと、はい、玄関で迎えてくれるように。シャングリラだと竜だね、はい、竜だね、そうですね、うん、かわいい。うちもこれの同じのベランダにある。あ、本当ですか。ちっちゃい、俺のうちの大きいのがある。大きいのが欲しかったんですよ、うん、でもちょっとこう、ちっちゃい子が2体置いてる。すごい、かわいく、あの西洋のドラゴンだよね、だからそうですね、うん、お気に入りの子が玄関で。じゃあ次、あ、これお嬢ちゃんね、かわいらしい。おいくつで何ちゃんですか。今6歳、7歳になる前で、みくりちゃんと言います。みくりちゃん。はい。でね、流宿なのよ。へぇ、はい。だからね、甘えん坊なんだよね。そうなんです、すごく。うん、だから流宿だから、はい、池添さんここでしょ、はい、で龍だから栄心の関係なのね、うん、でこれ活休月だからやっぱりね、すごくべったりになるっていう、はい、お母さん、うん、お母さんっていう風になるよっていう風に言ったら、もうその通りですそうなんです、うん、だからね、もう7歳8歳ぐらいまではしょうがないよね、べったりでね、はい、うんうん、はい、じゃあ画像をさ最後まで言ってお話しする、もう終わりました、終わりですか、うん、で、来月かの、はい、来月ですね、もう一回じゃあ告知のあれ出してもらおうか、僕が、もう、徳島のサロンに伺いまして、あ、はい、まあ、こけら落としじゃないけど、うん、まあ、先生をお呼びして宿用の、はい、まあ、お勉強会をということで、まあ、あの、もうここはもう募集はしてないんだけど、20人ぐらい限定で、うん、もう集まったので、うん、まあ、20人ぐらいは入れるからね。そうですね。で、徳島、はい、まあ、大阪からも、来てください。来ていただいたりとかして、はい、お披露目兼宿用の来年の本選のね、うん、はい、まあ、講習会っていう形で、はい、12月10日。10日ね、うん。これもトリプル A の日で。ねえ。すみません。どうぞよろしくお願いします。だ先にこれを決めちゃったのよ。あ、なるほど。僕ももう本当手弁当で行くから、うん、ね、やろうよっていう形で、で、先に決めてバイロケーションって言って、先にそのイメージを飛ばして、うん、かつ着地、12月10日にやりますっていうことを、はい、日取りトリプル A を取ってやると、うん、うまいこといくよって言ったら、その通りになったんだよね。そうですね、全部もうそれ通り、うん、予定通りに、はい、いいですね、乗りに乗りました、ね、で宿用以外には、なんか、はい、耳つぼをやってるっていう、そうなんです、うん、ちょっとインスタグラムを出してもらいましょうか、ね、あ、
耳つぼをね、はい、施術としてやってるんですよ、収容とは別に。でずっと今、安室奈美恵の記事ばっかりだから。そうですね。俺、安室奈美恵と同い年だ。あ、同い年だ。ちょっとびっくりです。あ、同じ誕生日だよ。あ、そうなんですね。うん、9月20日。まあ、どうでもいいんだけど。で、トシクだからね、安室奈美恵。そうです、トシクなんで。スクロールしてもらって、だいぶ下かもしれないですね。だいぶ下かもしれない。結構下に、結構下の方をスクロールしていただいて、うん、もっともっとかな、はい、もうちょっとかな、もっともっと下かな。一個だけでもね、画像が出れば説明できるから。あ、サロメの、あ、そう、あ、ね、あれがサロメの、そうそう、これがさ、はい、ちなみにサロメの飾ってる黒いやつ、はい、もう大好きです、あれ。ね、やっぱりこれね、これにしたんだよね、はい、結局ね。そうなんです。まあ、これぐらいやったらいいやろみたいなね。そうなんで、大丈夫かなと、うん、はい、はい、じゃあ戻って、ちょっともうちょっとスクロールしてもらって、はい、ちょっともうちょ、これはファッションの生地ですね。そうですね、あのカラーを取り入れさせていただいて、ね、色くるりっていうぐらいだから色のコーディネートとかもやっています、うん、はい、で耳つぼをもうちょっと、もうちょっとですね、すみません、結構ぐーっと、うーん、このいろんな生地出してるでしょ。あ、ここが、じゃあ、適当にそこクリック、ビシクでもいいし、適当にクリックしてもらって、そうそう、これは何宿の解説、はい、寄宿、はい、寄宿で、うん、そうですね、その日のやっぱりこうケアとして、うん、はい、まあ、人体では右脇だけど耳だったらここですよとか、はい、あ、なるほど。で、寄宿のこの文字はこういう、あ、そうですね、うん、ちょっと文字の由来といいますか、ちょっとそれも調べながら毎日ちょっと更新させていただいて、で、施術としてアロマとやってるんだっけ。じゃあ、アロマはしてないんですけど、パワーピアスって言って、はい、あの壺のシールも貼らせていただいて、まあ、あのこう触らなくても貼ってたら壺の刺激になりますよっていうのも、うん、はい、させてもらってる感じで、うん、うん、もう5年以上前から、あ、そうなんだ、はい、あのこうちょっと細々と週末にイベントさせていただいて、ね、で、宿用と耳つぼと、実はね、はい、トレーナーもやってんのよ。まだ、たかし君のトレーナーも、まだ全然そうなんないとトレーナーやってるから、あとはデザイン事務所にも行ってるけど、すごい。どういうトレーナー？いや、まだね、取れてないんですよ。あ、そうか、取ろうとしてるんだっけ。取りたいなというのと、あとサロンでそういうのできたらいいなって思って。いや、いいですね。ちょっとこう、ヨガマットとかの上でできるようなトレーニングを、ちょっとこれから資格を取っていこうかなって。たかし君はどういうの今やってんだっけ。まあ、キックボクシングのジムでトレーニング、フィジカルもミット持ったりとか。あ、すごい、はい、でも私もキックボクシング好きなんで。あ、好きです。スカッとするんで、はい、そうですね。あの感じだとヨガとかがいいかもしれないですね。あ、そうなんですよ、結構ゆったりとヨガができるかなと思って、うん、ただ体が硬いので、なおさらやった方がいい。そうですね、一緒に皆さんと。まあ、草の防縮は第二ルールは火星だからね。ああ、そうですね、うん、火星の影響かもね。え、そうなんです。そう、冥王星の前は火星が、はい、今でも第二ルーラーとしてなるので、はい、ね、だからそういうこうフィジカルっていうところで働いてるのかなっていう。なるほど、確かに、うん、そうなんですよ、燃えます、急にあのスイッチが切り替わるようにね、はい、一回ハマるとね、はい、すごいですよね。確かに、もう本当にスイッチ入っちゃいますね。どうですか、なんか質問とかなんかあったら、うん、あ、そうですね、徳島だって徳島どうだある徳島はないんですよ、うんうんうん、まあ僕だと高知と、仕事で一回香川ですかね、さ、さぬきですかね、仏さんも届けたの。そうですね、仏具の仕事でお邪魔したことはあるんですけど、まあ、香川はね、やっぱ そうかもね。そうですね、善通寺あるしね。あ、そうですね、四国はでも全部回れてないんで、はい、でも一度は行ってみたいなと思ってますね。ぜひ来年は。やっぱ全部回ると気持ちがいいよね。そうですね、やっぱりあの決断なんかね、お大師さんの意図、うん、またはこう仕掛け、
をなんかね見た感じがする。王子掛けを、いい意味だよ、みんな運気を上げる仕掛けっていうのが、はあ、なんか俯瞰して見れた感じがする、決断すると、はい、はあ、なるほどなって、もう言葉に出せないなんかものだね、あれは生涯をかけて回るのもいいよね。そうですね、まあ、ここでも何度も話してるけど、でも誤解にしてるから、そうですよねそれが本当すごいですね、まあ、下手な開運アクションやるんだったら本当に僕も言うんだけど、88箇所行っておいで、まあ乱れ打ちでもいいからって、あと、ね、小屋さん行きなさいとかって言うけどね、小屋さんなんか世界最、あ、日本最強のパワースポットだね、あそこゼロ地場だしね、あそこね、そうなんでしょう、でもすごいいい場所ですね。ありますか？カフェはするんですか？あそこで。カフェはどうだろう、ちょっとまだ考えてない。サテンみたいな感じがいいかなと思ったんですけど、ね、あの、内見、内観とか見たら、そのできそうな感じですか？そう、生きると思います。もうカフェを常設して、宿用を、あの、そこでやるみたいな感じの方が、水なんで、そのお茶だったり、コーヒーだったり、確かにそうですね。いいと思います。皆さんご一緒ね。まあ、もたよりも一緒、今度遊びにおいで。ああ、はい、そうですね。遊びにおいでください。来てください。本当に。もうそこで泊まっていただいて。じゃあ、さて、今日の、はい、湯浅くんのブツブツトーク。ブツトークですね、そうですね。まあ、そしたら、来年の話でいいですかね。はい。あの、1月1日が、木の絵ねの日になって、木の絵のね、はい、孔子、孔子ですね、漢詩が孔子で、こちらあの天赦日と、はい、一粒万倍日っていう日と重なるんですけど、1月1日がね、そうですね、ちょっとあの普段自分が見てるやつを持ってきたんですけど、まあ、あの昔はその日本の暦っていうのは、まあ、あのこの七曜ですかね、あの、だけじゃなくて、こう、おつ平定坊、きっこう新人期、ね、うしとらうたつ、うましつしさるとり、いぬいいの、60漢詩の、はい、要するに漢詩が、そうですね、暦になってましたよ、はい、と、で。それも、あの、歴中って言って、上段、中段、下段って分かれてて、はい、あの、この下段のところに、あの、まあ、二十四節気ですね、あの、はい、西二分って、あの、春分、秋分、はい、夏至、うん、冬至、うん、それをまた細分化したのが二十四節気なんですけども、これのと漢詩の組み合わせで、天赦日と一粒万倍日が決まるんですね。皆さん見てる方も知ってる人いると思うよね。そうですね。はい。で、あの、天赦日だから吉とか、万倍日だから吉っていうわけじゃなくて、このさらにこの下段のこの天音とか神吉とかってあるんですけど、この組み合わせで、あの転写日だけど悪いのがあったりとかっていうのを深読みしていくわけね。そうですね。なので黒度はここまで見るってことだよね。そうですね、で、あのこの1月1日は、この天音ってこれも天音、はい、っていう下段のところですね、天に音形の音ですね。そうですね、天音、これも吉日ってされてるんで、あの1日はすごく、そう、皆さん来年の1月1日ちょうどいいよね、元旦が、そうですね、本当に一番いいんですよ、転写日とスタンバイ日と早すぎるなと思っていきなり来たよね。そうですね、で、あの木の絵ねっていうのは、あの神仏でいうと大黒天の縁日になるんですけど、はい、大黒天の画像を出してもらいました。あ、これですね、そうですね、はい、内出の小槌を、はい、俵に、もともとインドの神様のマハーカーラーっていう、はい、仏教に取り入れられて、あの大黒天このようなお姿になったんですけども、日本のその神様だと大国主の御事ですね、はい、あ、これはまた別のお寺様で納めさせていただいたんですけど、この浅草のじゃなくて今、あ、こちらはですね、孔子大黒天、おお、本当だ、孔子大黒天、おお、すごい、あの出羽三山の、あのこの四か寺お寺があるんですけど、その湯殿さんの四か寺って言われるお寺のそこからこう遷座された場所になるんですね、本山ですね、そうですね、こう修験系のあれになるんですけど、ここに祀られてる大黒天さんが弘法大師がお作りされた、あ、そうです、日本唯一の大黒天さんが祀られてる
って言われてるんですよね。由緒正しいね。そうですね、まあ、ちょっと山形の方なんで遠いんですけど、はい、まあ、そうですね。で、あの、まあ、ちょっと話戻るんですけども、まあ、あの木の枝、ね、なんでネズミかってなんかその、あの日本神話のその大国主の御事ですね、あのこれがスサノオの御事にこう試されるんですよ、はい、試練を受ける時に野原にこう火をつけられてですね、その火に囲まれるんですよ、その時にあのネズミが助けるっていう話があって、大国主を助けると、そうですね、で、あの十二支の中で一番目じゃないですか、そうですね、で木の枝、木の枝っていうのもあの漢詩の一番最初です、はい、最初で、一番その縁起がいいっていうことで、木の枝根が大黒天さんの縁日って言われるようだ、60漢詩の筆頭ですよね。そうですね、だから孔子詣ではいいっていうことと、はい、あとは甲子園とかね、あ、そうですね、神戸の甲子園とかも、はい、あの、あの木の枝のネズミの年にできたから甲子園って言ったりとか、うん、そうなんですよね、知らなかったです。結構その漢詩によっていろんな行事とかですね、そうそう、はい、文化しながらって、あの、まあ、そしてまた話戻るんですけど、うん、まあ、この大黒天を掘られたその弘法大師が言ったのが、うん、あの餅が一番いいって言われてて、万竜を捧げて、何だったっけな、繁栄を望んで餅をついて豊穣を願う、餅、はい、っていう言葉残してあるんですけど、なんでこうこの孔子のその大黒天の縁日の時には餅を食べて、そうですね、餅を食べた方が、はい、いいですね、特にお正月なんで、そこも今ちょうどいいんだよね、だからね、そうですね、だいたい1月十何日とか2月に入ったり、2月までは入らない時もあるから、だいたい1月中に来るんだけど、1月1日でピタッと来る、はい、珍しいよね、皆さんいいこと聞いたと思いますよ、本当に今年のお正月は、そうですね、だから、はい、あの大黒天目当てに行った方がいいよね、そうですね、神田明神とかね、うん、もう湧き上がるんじゃない、特に神社だったらその大国主さんとか大名持ちさんっていうのを最新で祀られてる神社には行かれても、わかりました、ですかね、はい、はい、OK ですか、はい、いい話ですね、またシャングリーラジオの方でも話そう、じゃあ、はい、今月のファッションヒーリングを、はい、ありがとうございます、今月は新宿で、オールブラックコーデがいいですよ、ねえ、みんな不思議と、すごい、私だけ知ったし参考にさせていただいて真っ黒です、今日はコムディアルさんで来ました、コムディさんは僕のやつ見てくれて、そうなんです、ね、うん、もうレザーの黒といい、はい、真っ黒で、ね、そう、アクセサリーまでパンツだけ黒です、ちょうど来月が、トシュクの月になるんですけど、はい、トシュクのラッキーカラーが紫なんです、ね、ちょっと早い、すごい先取りですねめっちゃ入ってますね、でトシュクで言うと、火が1、地が3で、あの火で、トシュクってケンタウロスなんですけど、一番イメージしてほしいのはその乗馬服、あのポロとかラルフローレンみたいなファッションがすごくいいっていうのと、結構あのポロもあのトラディショナル系もあるので、そっち両方兼ねてるので、マキューがねトラディショナルってところでしょ、スタンダードとか、あのポロのラルフローレンが一番、あのそうだね、ラルフローレンいいね、あのトシュクファッションでいう、じゃあちょっとブーツとかも履いて、そうです、そうです、ね、ね、はい、あのデニムであのロングブーツとか女性だったら、ね、かっこいい、かっこいい、色は色はもう、紫、まだ紫は上に使ってほしいので、あの紫、そうですね、ブーツはブーツで、デニムはちょっと浅い色でもいいと思います、なるほど、そう、こんな感じがいい、これハンティングジャケットみたいな、ね、ポロっぽいね、そう、これ銀座で買ったんだよね。そう、俺も一緒について。あ、そうなんですか。去年のクリスマスにかね。これが多分都市区っぽいファッションなんだ。逆にそのちょっと虚宿だったもうちょっとあの魔球寄りになると、格式のあるもスリーピースみたいな、あのスーツスタイルになっちゃうんですけど、ちょっとこのハンティング系のいいですね。ジャケットのものがいいです。女性ものでもあるよね。はい、そうですね。いいと思います。ありがとうございます。で、今日さ、実はここに来る前に、田園調布の矢島さんのところに寄ってきたんですよ。
ほんでさ、矢島さんのところでいらっしゃいとかって言ったら、でところで、ね、何時までなのって言ったら、いや5時に銀座ですって、いやそんなバカなみたいな感じで、で3時だよって言って、でもう大急ぎで田園調布から銀座まで来て、で矢島さんご引率でどうぞお入りください、もうすみませんありがとう、もう心配だわってことで今日ねご引率でもう連れてきていただきました、銀座まで、ね、だったらもう一緒にアズリーまで来て、はい、うん、その後ご飯食べましょうっていう矢島さんがだから3ヶ月4ヶ月ぐらい前にね、あ8月に ね出演させていただいて、でここの大平くんね手相を見てもらってこう、はいはい、そう本当にありがとうございます、無事に収録に間に合いました、うん、ね、でも楽しいお話が聞けてね、ねです、じゃあ、 接種の申し込みとかはさっきの、インスタグラムとかね、はい、色くるりで検索していただいて、はい、もうセッションも始めてるしね、はい、問い合わせしていただけたら、うん、どんどん皆さん応援の方もよろしくお願いします、はい、お願いします、そろそろですよね、お時間もね、はい、じゃあたかし君入ってさよならをしましょうか、はい、あとアイテムハンティング棒がいいです。あ、ハンティング棒ね。なるほど。うん、今日ファッションヒーリング時間なくて3分で終わらせた。ごめんね。ハンティング棒とポロとってね。はい、はい、じゃあ、はい、またよろしくお願いします。来月もゲスト、桜庭さんです。